皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリーです。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう7月7日七夕の夜に収録している我々ですが、もう7月ですね。確かに7日は七夕か。早いようで J2 リーグも折り返しまして、7月に入りましてね、私にね、はい、特別なイベントが今日から発生しております。ほう、何でしょうか。ケンタッキーフライドチキンのレッドホットチキンの季節がやってまいりました。あ、そうなんすか。どうでもいい。そうなんすか。あの、めちゃめちゃ楽しみだから、俺ケンタッキー大好きなのでね。まあそんなのはどうでもよくて、あのさ、最近ツイッターでさ、なんか30周年の思い出を振り返ろうみたいな、あ、はいはいはい、取り組みあったじゃないですか。やってたね。で、我々もまあツイートをさせていただいて、なんと我々ね、当たったんですよね、あれ。なんか記念のね、記念のファイル、クリアファイルですか。はい。で、高橋一生選手のサインを、もらってね、ファイルを手に入れたわけですけど、あれ、まあ実は僕の部屋なんですね。あのユニフォームいっぱい飾ってある部屋。そうなんですね。で、まああの父の日とかさ、父のことを書いたものだからさ、せっかくだからお父さんにあげようかなと思って、お父さんのとこ行ったんだよ。おー、はいはい。あの、いらないと言われて突き返されまして、なんでいらないのって聞いたら、俺がレジェンドだと思う選手はここの中にはいねえって言われて。おいおいおい、結構いいメンツだったけどな。まあまあ、俺にとっての牧は、牧誠一郎じゃなくて、マスロバルだからって言われて返されてしまったので、僕の部屋に、あの、額に入れてね、飾らせていただこうと思っておりますので。いやまあ、それも素晴らしいです。まあ、いつかね、本当に、なんか、ジェフのレジェンドって誰なんだろうみたいなお話とかもね、この先できたら、ね、面白いのかなと、そうですね。思いますね。そしたら、まあ、今日から、まあ、折り返し地点も、来たので、今節からね、はいはい、秋田線スライドがリニューアルされているという。そうですね、手短にね、僕の話は終わりにしてリーにパスをします。では、アウェーですね。11日日曜日になります。ソユーススタジアム乗り込みましょう。ブラウブリッツ秋田線になります。はい。まあ後半戦一発目というところで、まあこちらね、まあちょっと書いてる情報も今までとはちょっと変えてきてはいるんですが、現在まあジェフユナイテッド10位ですね、はいはい、7勝7敗7分け、秋田も7勝7敗7分けで、まあ11位で、まあなんか得失点差とかね、そこら辺でまあ順位が違うだけというところで、まあなんか前半戦秋田って躍進して注目されたじゃないですか。はいはい。まあなんだかんだ21節終わると、まあジェフと同じぐらいってところで、そんなになんか怖がることはないのかなと思いつつも、やっぱり前回対戦の嫌な思い出があるね。でしょうね、やっぱりそれは。まあ、この試合見に行ってましたからね、私もホームでの秋田戦。ああ、そうですね。まあ、ということで、まあ一応リベンジマッチとね、いう形にはなるのかなと。ただまあ最近秋田、直近はね、愛媛に3対1と勝利して、いい具合で迎えていて、まあジェフはというとね、群馬戦。そうですね、2対0で。久々の。久々ホームで勝ちましたから、はい、がありましたね。っていうところで、まあ後半戦、スタート出して切りたい2チームだと思うので、まあ後半戦というところでね、まあ去年もそうでしたが、前回対戦まだちょっと嫌かもしれませんが振り返っておきましょう。はい。まあシステムが違うからね、今とは。そうだね、またちょっとね違った戦い方できるのかな、これは。っていうか、まあこの試合は完全にさ、うちの弱い部分をやられたというか、秋田のね、やりたいことを全てやられて、我々の ね弱みを全て疲れて負けた試合というか、なんかあれだよね、ジェフを倒すならこう戦えのお手本だったみたいなことを言ってた試合で。あ、そうだね、そうです、そうです。まあ支配率もね、かなりボールを支配した中で 2-0 で負けるっていう。まあ前節はホームだったというところで、一応ね前のスライドにちょっと書いてはいたんだけど、秋田がねなんかホームでまだ、まあ、引き分けとか結構あるんだけど2回しか負けてないというところで、はいはい、割と好相性なというか、やっぱりホーム得意なチームなんだよね、相手。なるほどね。っていうところで、まあポジションも違えば、まあ戦う場所はもちろん違って、でさらにまあジェフは一応ね、もっと違うところがあるんじゃないかと、でさらにそれがちょっと注目ポイントになるんじゃないのというところで、まあ見どころ早速ね行ってみましょう。はい。まあいろいろと
言いたいことはありますが、さっきねポジションも違うと言いましたが、やっぱり秋田にとって未知の存在はワントップサウダーニャなんじゃないでしょうか。そうだね、まあ我々の 3-4-2-1 のようなポジションと対峙することは、秋田は初めてかもしれない上で、まあ、あんまりないね、一人いなかった選手はサウダーニャってとこだね。まああと田口とかもボランチ、あ、まあ確かにね、ね、出てきたり復帰した選手とかが出てきてるけど、まあね、この強烈なブラジル人を秋田のセンターバックがどう抑えるのかという。そうですね、一応高さもある選手、増田選手とかもいながら、まあ動ける、やっぱり走ってくるチームだからね、このチームは。まあなんかサウダーニャの今までみたいにね、サウダーニャが孤立しちゃうとどうしてもね、良くないかなってところで、一応2列目ね、まあ後でも言いますが、はい、残念なレッドカードが出てしまったというところで、2列目との連携もね、ちょっと気になるところではありますかね。ちょっと気になったのは船山が退場した後ね、やっぱサウダーニャが守備をどれだけね船山に負荷をかけてたのかっていうのが浮き彫りになるくらいね、あーなるほど、ヒヤヒヤした部分とか、やっぱ船山が補ってた部分が大きかったなっていうのはあの退場後にねちょっと感じたんだよね俺は。あーなるほどね、まあ、結構なんかそれをと同じことをやっちゃうっていうか、前線がねもたついちゃうと秋田は見逃してくれなさそうなところは結構あるからね。そう、縦に速いからね、うん、それでもって秋田は。でもう一つやっぱり攻撃のポイントとなるのはカウンターっていうところが、最近の試合を見ててちょっと思いました。愛媛戦でもね前半なんか30何分にちょっとカウンター食らって、まあ、結局キーパーのビッグセーブで弾いたんだけど、まあなんか走るのはもう走ってくるからもう好きに走らせてしまえばいいんじゃないかってところで、ただまあやりたいことをしっかりやってボールのなんていうのかな、まあしっかり先手を取るってことですよね。相手はなんかそんなにボールをいっぱい持って自分たちのペースを作るとかっていうことじゃないじゃないですか。まあそうだね、まあなんかしっかりと自分たちのやりたいことをやってっていうところが、なんかまあ秋田に対してはまあちょっとねこれもわからないところであるけれど、自分たちのやりたい形を持つっていうのが一番の攻略法というか成功法なのかなとも思ったりもするんでね。まあセットプレーだったりこの前のお題付きのヘディングであったりね、ちょっとあ、はいはい、強みとかも見えてきた前半戦のね最後、うん、まあここからジェフが浮上していくには攻撃の部分をねしっかりと、そうですね、見ていけたらいいんじゃないかなというところで、スタメンちょっと見ましょうよ。まあわからないけれどね、船山が退場したんだよとりあえず。まあ2ゴール決めた後にねレッドカード出しちゃいました。出れないです、トップしたってなった時に誰を使うんだろうかっていうところがやっぱりまたね、まあそうですね、出てくるわけで、まあ一番の候補はね予想には高橋一生と、そうですね、あのワクワク枠ね、これは。まあそうだね、ワクワク予想、見てみたいっていう予想。まあ高橋一生に関しては前回の試合さ、なんか交代枠、はい、でなんかそこら辺のポジションに入ってた感じがあるので、高橋一生かまあ福光かぐらいが当確というかね順当なのかなってところではあるんだけど、まあ岩崎とかは見たいけどね本当はね。まあそうだね、俺先週だってさ振り返りの動画でセンターバックやらせたら面白いんじゃないかって言ってた割にここに高橋一生を持ってくるっていう。あとまあなんか矢田朝日とかもいいってね、そうなん、ちょっと前に言ってたからね。でもすごい迷ったんだけど、まあ一生、まあそうですね、あと守備の補うところとかっていうのはね、まあサウダーニャと組ませるっていうところはね。そうですね。そして秋田はなんか怪我の情報が、そうですね、まあもうまさに怪我の情報っていうか、もう普通にね前の試合吉田伊吹選手って、まあ、フォワードの選手がゴール決めて、まあ、数分後に怪我してしまったんですね。でもそのままなんか松葉杖ついてたんで、まあちょっと長引くのかなというところで、まあ前線フォワードはでもね、まあ、前回対戦と一緒っちゃ一緒なんですよ、斉藤選手と中選手。そうだね、田中選手じゃないや、中村選手と斉藤選手、嫌なとこですね本当に。いや相手の8番ね、はい、よかったよね前回の対戦かなり。いやもうまんまとやられた重平ね、うん本当にこいつにやられたイメージが相当強い。だからでも愛媛戦もね実際なんか左サイドからめちゃめちゃ
攻めてたのよ。そうだね。だからやっぱりこの選手結構ね大切なんだよね。まあ仕方ないからこそはっきりとしたプレーをね、もう本当に折り返しましたから後半戦入りましたんで。そうなんですよね。こっからですよ。こっからまず中断期間前までね、はい、走り抜けましょう。秋田金沢3連勝しましょう。7月天皇杯もありますから。そして今日天皇杯のね、天皇杯の日程が発表されまして、7月23、21か、そうですね、水曜日です。7月21の水曜日、1の水曜日、福ありですね。もうオリンピック目前のところでね、いやもう間違いない、福田電子アリーナで川崎フロンターレとやりますから、7月4連勝しましょう。4連勝目指しましょう。ここちょっとまずは秋田、まあ、群馬はね、ま、苦手払拭したんで秋田も払拭しときましょう。それではまた勝って来週会いましょう。鹿島には負けられない。